で、まあこんな感じだね。終わり。サンキュー。なんかあの留学のエージェントっていうのは基本的にこうどこの学校行ってもいいこと言うと思うんですよ。でこの学校いいですよ、この学校いいですよ、進めてって。だから私は基本的にまああの塾やってて、でそのインターナショナルスクールの紹介っていうのはあくまでもこう最近始めたことなんで、まあ、なんて言うんだろう、自分がどうかなと思ったところに関しては、まあ、どうかなっていうのはあの正直に言おうと思ってます。いいなと思ったらそれはいいなっていうふうに言いますし、これはちょっと違うなと思ったらこれはちょっと違うって話はそれはもうすごく明確に言うので、あのだからこそ逆に言うと信用できるっていう。でここって言うと寮ですね、今見せていただいて、寮も結構こういう会議室みたいなところなんです。施設はやっぱりめちゃくちゃいいんですよ、あの今まで行った学校の中でも。そのもうスタジアムとかプールとか、まあ、施設はすごい、またオフィスですね、そう寮はね、まあ、施設はめちゃくちゃいいですけど、施設はね多分あの文句のつけようがない良さですね。 Thank you。 ここが寮ですね。違う人たちと生活して、これがトイレです、まあ、トイレ綺麗なのすごい大事で、マネージャーとイスラム教の国なんで、あのこれがこれは6だ、6人部屋ですね。6人部屋でこれに机があって、こうやってこうベッドがあって、外の景色綺麗ですね。まあまあ外の景色もすごい綺麗だし、あの中も清潔だし、ね、そういう意味なんと思うんですけど、こういう感じ、まあアジア系持ってきます。結構フィリピンとかもそうなんですけど、やっぱアジアは基本やっぱ集合部屋多いですね。海外だと結構その水回りだけ共用で、あとは自分の部屋あるとかって思うんですけど、まあ、そういうイメージです。勉強しなきゃでもサボっちゃう、そんなあなたのために毎日やるから合格できる毎日学習会。はい、毎日学習会です。お問い合わせは概要欄からワンクリックで LINE で相談できます。